私に言ってほしいのか？いいだろう。君となら喜び。さっきすごい悲鳴を上げていたわ。悪い夢でも見たの？安心して、あなたの体内の汚染は慈悲深い私が全部抜き出してやったわ。床だと硬いわね。ごめんね。膝枕してあげるか迷ったんだけど。あなたは傷だらけで、寄りかかられると私の服が汚れちゃうからね。ちょっと辛い思いをしてもらうしかないわ。ここは。どこなの？私の花庭園。敵の牙城よ、刑事ちゃん。私のこと、覚えている？覚えてるよ、殺人犯。ベビーフェイスなのに、もっと可愛い言葉を話しなさいよ。ほら、私の名前を呼んでみて。コクリコって。君が知ってるのは、10年前の復讐だよね。同じような報復を。それは君の本当の狙いじゃない。君はこの事件で私に何かを調べさせたいんだ。10年前の何かを暴きたいんだよね。なら素直に私に調べさせてよ。どうしてこんなひどいことをするの？俳句はあと2つ。それは2人分の命。ここまでにしようよ。君の欲しいものを調べに行ってあげるから。これ以上は。花庭園は人生を楽しむところよ。仕事のつまらない話はしないでくれる？じゃあ私に何の用？殺す気？それとも拷問するの？そうね。ああ、そういえばあなたを花庭園に推薦した人がいるわね。は？かわいい反応だわ。あなたも FAC のかわいそうな子供だし、ここのみんなにも挨拶するといいわ。私も。FAC ができてから、たくさんのメンバーが死んじゃったわ。あなたと同じ境遇の子供が花庭園に加わったのも当然のことじゃない？彼女たちは結構、あなたのことを気に入ってるみたいよ。違う。私は不公平な扱いを受けても人を傷つけたくはない。私は正義を信じてる。何が違うの？
8年前、あなたも自分一人で涅槃集団に行って上帝の代表を暗殺しようとしたわよね。おかしいなってずっと思っていたのよ。口では正義だの真実だのバカバカしいことを言うくせに、咲いた花はありえないほどに暗い。そして私の花庭園にさらわれてきても大して驚かない。あなたはとっくに闇に慣れているようね。その心がずっと暗いところに閉じ込められているから。あの時何があったの？まだ小さいあなたをそこまで怒らせるなんて、とんでもないことがあったみたいね。暗殺は成功した？自分が心の奥底から憎む相手を仕留められた？そんなんじゃない！君とは関係のない話だよ。君に教えるつもりはない。じゃあ失敗したのね。残念。あなたには才能があるのに。もうコンビクトになっているじゃない。暗殺者として、そして復讐者として、怒りに燃え上がり全てを焼き尽くす暴力と破壊の才能がある。ここのみんなとそっくりだわ。だからあの女はあなたを自分のそばに置いたのね。正義などの一般論は捨てなさい。それはあなたのシャローム姉さんがでっち上げた嘘、あなたを縛りつけるための鎖よ。今回の事件でそれが証明されたじゃない。あのアンナニアという女は見えっ張りで、道徳を振りかざして他人を非難したり中傷したりしながら、人を死なすとすぐに及び腰になる。そしてまだ数日も経たないうちに、また自分は悪くないと言い出すの。それにネイさんっていうやつは汚い手段を使うシンジケートの野良犬よ。腹黒い議員に取り入ってあれだけの人を死なせたわ。10年も経っているのに、私以外に彼を裁く者は誰一人いない。あなたの正義は一体どこにあるの？私にそんな話をするやつ、君で何人目かな。こんな暗い社会に生きてるから、正義なんてないから、一線を越えたって構わないと思い込んで、自分の悪事に言い訳を作ってるだけ。花庭園の資料は全部確認済みだよ。復讐と言いながら違法な武器を使って共同病を撒き散らしたのが君たちだろう。ターゲットを一人殺すために
多くの罪のない一般人が汚染されてしまう。反共同作戦を揺さぶるために無差別にFAC を襲撃する事件を何件も起こしたよね。世界がこんなありさまだから悪事を働いてもいいって言いたいの。ふざけないで。自分がやってきた悪事をごまかしてるだけじゃない。君は彼らと何も違わない。全く同じだ。君こそ悪そのものなんだ。町の人々は君たちをひどく恐れてる。悪い奴らが君たちの真似をして無実の人たちを殺めてく。自分が何をしてるのか分かってないの。はぁ、聞こえた？アザミ、これがあなたが必死に助け出した同類よ。これは？命がけで彼女を指導の方位から救い出したのに、せっかくの親切があだになったわね。同じ過去があるから理解し合えると思ったの？あなたがそこまでしたのを知って、彼女が涙を流して感謝を述べたらどうするの？感激して今度は花庭園の全てを捧げる気？申し訳ございません、主将。私が間違っておりました。お許しください。情けないわね。他人を気にかけるなとあれほど言ったのに。今メソメソ泣いてどうするつもり？私に、あら、大丈夫よ。許してあげるわ。って言われたらそれで満足？勝手な行動をされて、敵を私たちの拠点に連れ帰って来られて、その上あなたに気まで使わないといけないの？私はあなたのママなの？ろくでもないわ。せっかくの休みがあなたとあなたが連れてきた汚物のせいで台無しよ。独房に入りなさい。私の気が済むまで出てこないで。待って！あそこで殺しておくべきだったわ。飼いならされたクズ野郎め。そう、彼女も FAC の家族だったのよ。そしてあなたと同じように103年に全てを失ったの。でも彼女にはあなたをかばっているような強い後ろ盾がなかったから、正義に助けを求めても何も得られなかった。だから彼女は私のところに来たわ。彼女を利用したの？
最初は地底、そして君。みんな復讐を口実にして傷ついた人々を利用する。何もかも失った彼女たちを人を殺すための刃に変えてしまう。元の生活が奪われようとも人の心は強い。彼女にはまだ少しずつ心の傷を癒して自分を取り戻すチャンスがあったのに。でも君が彼女を闇に連れ去ったせいで彼女は二度と戻れなくなったんだ。吠えないで。あのスイーパーがもたらしたのは正義で、私がしたことは憎しみを利用？私を何だと思っているの？あなたが何者なのか、よく調べたわ。世界に復讐する力がないから、一番虚しいものにすがっているだけ。あなたのような人が一番騙されやすい愚かなゴミクズよ。アザミの目を覚ますため以外、あなたにこれっぽっちも興味なんてないわ。花庭園はあなたたちの正義に耳を傾けない。誰も信じない。愛や理想を口実に服従させようとする者なんて皆汚らわしい嘘つきよ。そんなどうでもいいもののために払う犠牲ほど愚かなものはないわ。私たちを傷つけた者はこの手で裁きを下す。奪われたものを取り戻すにはそれしかない。なら今回の事件は何？一体誰への復讐なの？とっくに復讐は果たしたわ。私は自由で、今していることはすべて自分がそうしたいから。私が何をしたいか知りたいの？ならあなたのご主人様に伝えて、このゲームに付き合わせなさい。そもそも、彼女があなたをここに向かわせた目的はそれでしょ？事件解決なんて、最初からあなたに期待していないでしょうしね。安心しなさい。体を回復させるための薬と、ほんの少しの精神的な薬よ。ここから逃がすためにね。あなたが道を覚えていないなら、別に命を取るつもりはないわ。逃げなさい。途中で死なないでね。芝居はまだ終わっていないの。幕を開けるのにあなたは欠かせないわ。そろそろ体を動かさねえとな。ああ、大丈夫大丈夫、行くってば。救済を与える。本当に行くのか？処刑の時間だ。私はここにいます。最高の映画の公開だ。悪く思うなよ。
悪く思うなよ。最高の映画の公開だ。最高の映画の公開だ。タイムトゥダイ。この人に近づいてはいけません。死こそあなたたちの帰る場所だ。私の父は英雄だ。父は正義と光は永久不滅なものだと。自分はそのために戦っていると言っていた。でも多くの英雄は10年前の任務で意味もなく命を落とした。ナイトフォール103年、FAC による大型作戦は完全な失敗に終わりました。公式発表もなく、死亡人数は未だ不明です。情報によりますと、作戦地点は内海であり、生存率はゼロに近いと言われています。FAC は罵声を浴び、地位は一瞬でどん底に落ちた。市議会、涅槃集団まで FAC に指図できるようになった。父も笑い者にされた。英雄だと口先で称えながらも、人々は密かに彼らを英雄気取りと馬鹿にした。ねえお父さん、おばさん、おじさん、みんな正義のために戦ってきたんだよね。町のために命を落としたんだよね。どうしてこんなことになったの？他の人にとっては正義はどうでもいいものなの？私の質問に彼らは黙ったり嘲笑ったり、嫌そうに目をそらしたりした。最後に誰かがこう言ったんだ。あの英雄気取りたちは最初から真実を知らないからこうなったんだ。正義なんて全ては偽物。それがこんな時代では人の命を奪っても悪は何の罰も受けない。現実は混迷と陰謀に満ちていて、利益、恨み、欲望といった正義を上回るものがいくらでもある。正義なんて信じ込む方が悪い。死んでいいざまだって。私は反論しようとしたけど何も言えなかった。疑い始めると嫌なことが次々と起きてしまう。嫌な予感がしてきて最悪の事態を想像するようになってしまった。何より恐ろしいのは私の予感がいつも当たってしまうこと。本当本当に正義が存在するなら、それはどこにあるの？どうしてまだ出てこないの？この世界が崩れかけているのに、あんな大きな穴ができているのに、どうして見過ごすの？どうして誰も問題を解決しようとしないの？ナイトフォール104年、涅槃集団が西区から撤退し、 W31 採掘地で大爆発が発生しました。死亡者数はおよそ1万人以上。
涅槃集団は偶発的な事故だと主張し、上帝の特別捜査官の調査によりますと、それらが事実であると結論付けられました。穴がますます大きくなっていく。私はそこから出られない。何とかしないといけない。私の人生をあれと一緒に終わらせるわけにはいかない。何とかしないと。私は花庭園はあなたたちの正義に耳を傾けない。誰も信じない。愛や理想を口実に服従させようとする者なんて皆汚らわしい嘘つきよ。そんなどうでもいいもののために払う犠牲ほど愚かなものはないわ。W31 の件は事故じゃない。人によって起こされた事件だ。彼らの資産移転について調べたら、怪しい点がいくつもあった。あれは悪だ。お父さんたちが受けたことと同じ悪だと。私は直感で分かった。誰も彼らに罰を与えないなら、私がやる。やらないといけない。涅槃を訪ねる朝廷の人がいるから、私は涅槃の本部の近くで待ち伏せした。そして銃で撃たれた。たくさんの人が私を殴って捕まえに来る。私がコンビクトだからって。もうどうでもいいと思って、私は最後の力でその中の一人をナイフで刺した。でも彼女は中断の雨から私をかばってくれた。そうか、心の中の正義を証明するためにやってきたのか。もう限界なのだろう。だからこんな過激な手段を取ったんだ。こんなことをする必要はない。まだだ。君にはまだ時間がある。聞いてくれ。正義はもちろん存在する。私はこの目で見たんだから。もう一つの純粋な本物の世界、人々の心があらわになった場所で、私は正義を見た。そして正義はいつまでも存在する。今君のために努力する者がいる。君が大人になったら、彼らのために頑張る番だ。そうすれば、君が信じるものは、きっと。クリスティナ。悪い夢を見たのか。シャローム姉さん。そう、私だ。遅くなってすまない。ごめんなさい。ごめんなさい。ナイフで突き刺して、シャローム姉さんを悪い人と思い込んで、殺そうと。
私は彼らと同じような人を傷つける悪い奴なの。ごめんなさい。そんなことを言うな。君は誰かを傷つけることはない。傷ついたのは君自身だ。正義はいつまでも存在する。それはもう君の手の中にあるんだ。君は成長した。よく頑張ってきたな。よくやった。戻ったらお祝いをしてやろう。